はい、こんにちは。札幌占い美容室早間頭の後藤です。鳥取の地震大丈夫ですかね。結構すごい被害出てるみたいですけど、はい、なんかね、結構大変な被害出てるみたいですね。鳥取大丈夫ですかね。北海道も昨日夜飲み行ったんですけど、北海道いきなり雪降ってきて、で今日今溶けてるんですけど、結構な雪積もったんですよ昨日。北海道まだ10月ですよ。だからちょっとね、異常気象な感じですね。なんで、こういう時気圧が結構変わるんで、地震とかね起きやすくなるんで、まあちょっと皆さん気をつけてくださいね。で今日は何をやるかというと、前髪のカットで、明日土曜日で、忙しいと思うんですけど、すぐでき、もう大丈夫かな、なんか最近ちょっと太ったんだよな。はい、あで、Facebook でお友達になってない方はぜひ、申請してください。 Facebook で友達になってない方申請してください。コメントとかなくてもいいんで、申請ボタンを押してくれれば大丈夫です。で、簡単な、今日ねちょっと眠いんで簡単にやりたいと思います。ウィックちゃんがこちらに用意されてます。では皆さんいいでしょうか。やりたいと思います。やばい、昨日ちょっと食いすぎたな。お腹やばい、結構腹やばい、結構。で、ちょっと近づき、ちょっと揺れます。ちょっと揺れますよ。ちょっと待って、ちょっと揺れます。上げます。お、いいね、ありがとうございます。皆さんちょっとシェアしていただいたらありがたいと思います。シェアとかしてくれたら頑張ります。もうちょっとで、お友達募集してますんで申請してください。前髪のよく、アイドル系の前髪でなんかこう触覚あるやつあるじゃないですか、ここの。あ、ラーメンのおかげですか、腹。そうですね、昨日夜ラーメン食べたんでお腹がやばいっす。はい、ダイエットします。で、最近じゃないや、このなんか触覚残ってるやつあるじゃないですか、こういうアイドル系の前髪のやつ、それをちょっとやります。いいですか。簡単です。明日土曜日からすぐ使えると思うんで、もしよろしければぜひ参考にしていただけたらいいかなと思いますね。もうちょっと下げるか。これで見えますかね。で、まず取り方なんですけど、まあ取り方っていうか、もうあれ、ちょっとこうしたら見える、こうしたら大丈夫、なんか上か、曲がってんな。でまず取り方なんですけど、なんか曲がってる、まあいいか。目尻の指1本外側から点点点、目尻に指を当てて指1本外側のところから取ります。ここと、はい、こちらの目尻指1本分の場所から上に上げていったところと、上は指4本分の頂点の場所を結んで、ラウンドして結んでいきます。はい、もう一回やりますね。はい、まず目尻のとこ指1本分の外側から点点点点、ここのポイント、それからこちらの指1本の外側から点点点、ここですね、ここをと、指4本分の
4本当てた額から当てたところのここと結んでいきますね。ちょっと取ります。で、まあ大体適当にちょっとラウンドさせて取っていきますね。結構これ使えると思うんで、ちょっと使えると思うんでぜひ参考になればと思います。あ、大丈夫、すいません。てな感じで、見えるかな、見えますか、これ声聞こえてんのかな、大丈夫、見えます、こんな感じですよ、ここ、はい、これで取れましたね。目尻指1本分と、額から指4本分の、あ、これこうか、ところを取ります。はい、もう一回やりますね。指1本分の場所、指1本外側のところ、指1本外側のところ、指4本分のところをラウンドして、ラウンドっていうのはこういうことですね、ラウンドして取ります。で、黒目の場所を止めます。黒目の延長線の場所を止めときます。で、こちらも黒目の延長線の場所を止めときます。はい、じゃあここが残りますよね。ここを切るんですけど、まあ僕基本的に細かいことやらないんで、もうバツッと切っちゃうんですけど、ちょっと長めに切りますね。少しこう流した感じでこの触覚が残るみたいなスタイルをちょっと作るんで、ちょっと長めに切ります。で、切るときは僕は真ん中に集めて、またちょっとこのアルシザー使うんですけど、真ん中に集めて肘を上げます。肘を上げてブラブラブラって感じです。肘を上げてブラ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 って感じ、いいですか。で、そのまま親指がまっすぐなってるかどうか、親指がまっすぐなっているかどうかです、ここがね。で、この状態でちょっと長めに切るんで、これを中にキュッて回します。これ分かりますかね、横にすると、横にしますと、これを中にクッてイングラにするんですよ。そしていいっすか、このままクッて内巻きに入れて真ん中に集めますよね。集めてこれをキュッて真ん中にして、ここを切ります。キュッてして切りますね。はい、一発で切れます。で、でちょっとカール入れた方がちょっと切りやすいんで、アイロンちょっと入れます。で、アイロン、これ前髪入れる場合ってこれ挟んじゃうとダメなんですよ。で、このコームが、コームをコーム分ぐらい開けてください。で、髪をしっかりこう挟んじゃうと形つきすぎちゃうんで、コーム分ぐらい開けて、その状態でこれ以上締めないんですね、前髪やる場合は。で、逃がす方向にゆっくりゆっくりこう、まあこっちに流そうかなと思ったんで、ごめんなさい、やっぱり こっち側にします。なんかウィッグの癖がついちゃってて、で、こっちに流したいんで、はい、
アイロンちょっと開けた状態でこれ以上締めないプレスしない状態ですね。前髪って通すだけで大丈夫なんで、でこの逃がす方向、逃がす時ですね、この冷める方、冷める時に形がつくんで、ゆっくりこっち側に逃がしてあげると、髪の毛がこっちに流れるようになります。いいですか。はい、で横にこう冷める瞬間にアイロンって、あの熱入れてる時に実は形がついてると思うかもしれないですけど、冷める瞬間の方が大切なんですね。なので、ここにアイロンをちょっと入れて、こっち側に流したい、ゆっくりこういうふうにコームで逃がしていくとこっち側にこう、少しちょっとラウンドがつきます。でここでポイントなんですけど、まあ、ちょっと今長いじゃないですか。で前髪切る時のポイントで、こっち側からこういうふうに切っていきたいんですよね。でここでポイントです。まあ皆さんどういうハサミ使ってるか分かんないですけど、僕は指をちょっとこれ裏技なんですけど、指をここに入れるんですよ。分かります？指をここに入れます。ということは刃先がちょっと締まんない状態なんですね。分かります？指をここに入れてハサミ締まってないの分かります？ということは使うのはこの部分しか使わないんですよ。これが最後までバツッとなっちゃうとまっすぐな、硬いラインになっちゃうんで、指をここに、人差し指をここに入れます。いいですか。ここをこうこういうふうに入れます。でコームを、まあ、軽つけましたよね。でコームちょっと押さえながら、肘をしっかり上げて、肘を下げちゃうとここバツッと入っちゃうんで、ここに丸いラインを作りたいので、ちょっとこの辺をラウンド気味に切っていきます。その時はこうです。最後まで締まるようにして切っちゃうとダメなんで、こういう風な感じで切ります。いいですか。でコームを当てながら、今ちょっとウィッグの場合だと、人間だと癖があるんで、ちょっとこれで、コーム当てて切るんですけど、ウィッグの場合はそんなに大丈夫かな。はい、このままちょっと切っていきますね。そうするとこう丸いラインができますね。まあフリーハンドみたいな感じですけど。で、この耳、目の上のところが、ちょっとこういう感じで切るんですけど、目の上のところが、短くしないとまつげに当たっちゃうんで、今度はちょっとこっちのラウンドのハサミを今こっちで使ったんですけど、今度反対にして、目尻のこっちの目の上のところを今度反対側に切っていきます。ちょっと穴開けるような感じですかね。こう内巻きになるような感じでこう切ってって、途中からハサミを持ち替えてこっちになじましていきます。ちょっとウィッグの癖が微妙ですね。これちょっとあまりうまく切れてないですけど、ちょウィッグのせいにしてますけど、これ本当結構切りづらい。ダメだこれ。まあいいか。この時も常に指をここに入れてる状態です。そしてハサミを目の上のところを、なんで基本的にこう切ってる感じですね。こう切ってる感じです。大げさに言うとこうです。ちょっとコームで押さえながらフリーハンドで切っていきます。
なるべくインぐらいになるような感じで、切っていきますね。跡がつかん。これね、人間でやったらめっちゃ綺麗なライン出るんですけど、ちょっと言い訳かもしれないですけど、本当ちょっとこれねやりづらい。まあいいか。まあその辺を多めに見てください。でこれがもうポイントとかじゃなくて、もっとこの先がポイントなんですよ。この先がポイントです。わかります？ここなんか別に大したことじゃないんですよ。この先です。ここ皆さん、ここでリタイアしたらもったいないですよ。この先がポイントですよ。はい、まあ、こういうふうにします。でこの触覚部分あるじゃないですか、触覚さん。でこの部分ありますよね。これちょっと分かりづらいんで後ろ止めちゃいますね。ちょっとなんとなく影で分かりづらいんで、こういう感じです。ここラウンドして、まあここ削いだりもしていいんですけど、まあ、あんまそぎ入れないでちょっと今やってますね。でラウン反対の刃を使ってこっちのラウンドを使い、これを反対にして、でここなんですけど、ここもちょっと入れた方がいいかな。ちょっとこっち移植します。若干で問題はね、ここからなんですよ。ポイントは皆さんここからですよ。でここの前髪結構なんかパツってなっちゃうとあれなんで、ここはリフトして、このままリフトした状態で、リフトしてそのままセニングで上げた状態で切っていきます。いいですか？わかりました。これをこの髪の毛の真ん中のところになったらリフトして毛先をちょっとぼかしていきます、はい、でこちらも同様にちょっとやりますね、はい、ここもリフトさせて毛先をちょっとぼかして感じです。この場合はね、セニングは逆刃です。逆刃を使います。持ち方、はい、通常の持ち方じゃなくて反対側でやります。まあこれ両方いっぺんにやってもいいんですけどね、両方いっぺんにこうやってやって長さ合わなくなるからこれでもいいんですけど、でこういうふうにしますね。まあ、例えばちょっと長いですけど、まあいいか。でここでポイント、皆さん持ってるか分かんないんですけど、そぎ率が 10% 以下のセニングを使います。これ 10% 以下ですね。根元からそげるやつなんですけど、 10% 以下ぐらいの、大体 10% ぐらいのやつでいいですよ。これを使うんですけど、ここでポイントです。ここがミソ、この裏技のポイントとしては、この前髪とつながりがありながら、ここがちょっと重い場合、触覚が重いなと、もうちょっと触覚を減らしたい場合、どうしますかね、皆さん。いいね、ありがとうございます。触覚を減らしたい場合、どうしますか。ここでポイントがあります。
ここのこれよく見てくださいね。ここのラインをいいですか、このライン通りこう来るじゃないですか。このラウンドしてるラインをイメージして表面の毛を切っちゃうとパサついちゃうんで、ここを切らないんですよ。で、このラウンドしてるこの延長線上の中を削ぐんですよ。わかりますかね。これちょっと難しいかもしれない。ここの延長線上の中を削ぎます。ということは、だいたい髪の毛の半分ぐらい縦に集めて、このままこの延長線上ですね。で、この量が多いわけじゃないですか、ここのね、触覚が。なので表面の毛を取るとパサついちゃうんで、表面の毛は残しながらこのラウンドしてる前髪のところをプリッと持ち上げて、セニングでこのラインをちょっとすいていきます。なのでなんとなく中でつながってる感じなんですよ。わかりますかね。髪の中でつながってる感じなんです。で、こっちもここのラウンドしてる状態からこの毛を薄くしていくんで、ここのここに点点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 ってそぎを入れてる感じなんですよね。でもこうやっちゃうとパサついちゃうんで、表面の重さを残しつつ、約髪の毛の半分ぐらいの位置を、この延長線上の位置を手で持って裏返しにして、半分のところを、まあこれ 10% 以下のセリングなんで、かなり取れる、かなり開閉しても大丈夫なんですけど、あんまりライン出したくないので。これによってじゃあ何がどういう効果ができたのかっていうと、中でつながってるんですよね、ここのラインと若干で、ここもタイトになるんですよ。わかりますかね。もう一回ちょっと流れでやっていきます。はい、まずまあこの R 場で、この前髪のところを切っていきますね。で、切り方はハサミはこうじゃなくて、ここに指を入れます。ちょっと僕裏技が多いので、ちょっとよく分かんないかもしれないですけど、ここに指を入れるんですね。で、指を入れることによって、最後まで開閉しないことによって柔らかさが出せます。はい、指を入れる。そしてここをまず切りますね。ウィッグちょっとね、癖がちょっと微妙なんで、人間でやるとすごい綺麗なライン出るんですけど、これこういうふうにちょっとイングラに入れます、ハサミを。若干イングラ気味に入れて、入れていきます、ここを。で、ハサミを反対にして、この目にかからないぐらいのラインで、ちょっとこう入れていきますね。だからちょっとこういう感じに切ってる感じですね。で、このラインとつなげて、イングラで、目白のところをちょっと攻めていきます。で、こっちのラインは攻めていきます。その時は全てこの切り方ですね。で、アイロンとか入れてちょっと内巻きをイメージして作ってから、ここを切っていくんですけど、で、ここはこの延長線点点点点点の延長線上、だからちょっとセンターに集めた方がオーバーダイレクションですね。目の位置にオーバーダイレクション、黒目の位置にオーバーダイレクションさせて、このラインの延長線上の中を削いでいきます。はい。で、削ぐことによって、中でカットラインがつながるんですね。これちょっと結構今やっちゃったんであれなんですけど。で、この点点点点点の延長線上ですね。で、オーバーダイレクションさせた方が、こっち側が短くなってこっちが長くなるんで、目の黒目の位置までオーバーダイレクションさせて、この前髪の位置のところを上から手で持って、ここを、はい、この前あんまりこう直角で入れるよりは少し逃がす感じでハサミを入れた方がいいです。そうすることによって中でつながるんですね、カットラインが。で、先ほどもやったんですけど、じゃあここの長さどうやって切るのって言った場合は、ここの長さはリフトして、切っていきます。まあ下でこう切るとラインが出やすいので、ここをリフトして切ります。上にリフトして切りますね。
なんかアイロン入れたら変になっちゃったな。なんかね、これ毛が薄いんだよね、このウィッグ。ほんと、安物だから。で、こんな感じにしていくんですけど、まあね、この辺もね、ちょっとすいた方がまあ良かったりするんで、若干、まあこれ 10% 以下ぐらいのセーリングで、イングラで中の方だけをちょっと取ってすいていきます。いやー、これ人間でやりたかったな。人間でやるとめっちゃ綺麗なライン出るんですよ、本当に。これちょっとウィッグだと分かりづらいかも。ちょっと言い訳かもしれないけど、本当に。で、こんな感じにできるわけです。はい、この辺なんかでちょっと微妙なんですけど、すいません。もっと綺麗になるんですよ、本当は。で、前髪アイロン入れるときはコーム1本分1個ぐらいの幅を開けて、絶対あのプレスしちゃいけません、前髪やる場合は。で、冷める瞬間に形がつくんで逃がします。はい、アイロンというのは温めてるときじゃなくて冷める瞬間に形がつくので、こっちに逃がします。ここやっていくとちょっと形がつくかな。まあ、こういうような感じになるわけです。参考になりましたか？っていうような感じで、今日はちょっと短いんですけど、時間は。話すと僕長くなっちゃうんで、まあ、こういう感じに切っていくと、はい、中でつながり、それで表面の重さは残りながら、中がつながってる感じですね、若干。セーリングでつなげてますけど、でこっちも表面の毛で重さで押さえながら、中の毛は実はつながっていると、若干。そうすることによって、結構つながりがある前髪の、AKB とかそういう人たちのなんか触覚のスタイルですよね、そういうのがちょっとこう作れるんじゃないかなって思いました。はい、あ、結局もう30分ぐらい前髪切るのに、てな感じで今日もやってみました。ガラ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 、大丈夫かな。こんな感じで、前髪ちょっと切ってみましたんで、明日からまっすぐですね、これできるんで、明日忙しいと思うんですけど、ぜひやってみてください。はい、これ結構、あとまあたくさんね、まだまだたくさん伝えしたい情報が盛りだくさんであるんですけど、まあ定期的にちょっとやっていきたいと思うんで、 Facebook の友達申請とかもししてない方はしてください。はい、ぜひお願いいたします。かな、そんな感じですかね。またやるんで、ぜひ皆さんお付き合いいただけたらいいかなと思っております。では。
今日はこんな感じでもう帰ります。はい、帰ってこれから仕事します。では。